ヨガをするビアンカちゃん。今日もかわいいね。ふふふ。やばい、なんかもうただの変質者みたいなキャラクター。花を慈しむビアンカちゃん。今日もかわいいね。そのポーズがどういった効果があるのかはわからないけど、ヨガ頑張ってるね。というわけで、いただきます。どうも、パンケーキと申します。今回は、博物館のね、化石が全部集まったということで、そちらをね、紹介していきたいんですけど、まずは僕がね、どのように博物館の化石を集めていたかっていう、どんぐらい頑張ってたかっていうのをまずはね、見ていただきたいなと思います。こちらの映像をどうぞ。あれ、こんなところに、このところに化石があるぞ。あれ、このところに化石が、化石がいっぱいあるわ。こんなところに、こんなところに化石いっぱいある。え、なんかいっぱいあるんだけど、こんだけあったらもう、こんだけあったらもういけるんじゃないか。え、なんかいっぱい出てくる。掘るたびに出てくるわ。あれ、ポケットがいっぱい。あっちゃー。あ、一箇所掘ったらめちゃくちゃ化石出てきたわ。もうあとは僕の運次第ですね、これは。まあ、まあ、大丈夫っしょ。さすがに。やべえ、これこんだけ鑑定できるの夢みたいだ。え？え？全滅したんだが。は？え？え？とまあ、ピアみたいな感じでね、めちゃくちゃ頑張ってましたね、僕が。うん、めちゃくちゃ頑張っていた。というわけで、化石見ていきましょう。まあこれで、化石とか、まあ全部、化石、虫、魚の全部集まったんで、まあ全部がね、揃った博物館を、紹介するのはまたちょっと別の動画で、まあこの動画でやろうかなと思ったんだけど、今まで魚、虫って単発で出してきたから、まあ化石も一回単発で出しとこうかなと思いまして。はい、三葉虫。アノマロカリス。まあこんな風にね、なんか化石の説明をしながら、アンモナイト、琥珀、ここら辺のなんか、なんだろう、このガラスの中に入ったやつはもともとあるやつか、
だから紹介もないんだね。ちょっと悲しいな。え、琥珀の中にさ、蚊入ってない？あれ蚊じゃん。蚊なんだが。ミロクミンギア、なにこれ？ミロクミンギア、なにこれ？石じゃん、ただの。ダンクルオステウス。これなんかポケモンにいない？ポケモンにいないダンクルオステウス。ユーステノプテロン。なんかよく聞く名前ですよね。ユーステノプテロンとか。アカントステガ。サメの歯の化石。サメの歯の化石さ、ただの、なんか、貝にしか見えないけど、あれ、歯なんだね。それでは、それでは、ま、大きい化石見ていきましょう。おい、オフタルモサウルス。この辺は海洋生物かな。フタバサウルス、首長いね。なんか、かっこよくない？海のこのさ、首長い恐竜超かっこいいよね。アーケロン。亀の先祖かな？亀っぽい見た目してるもんね。これシソチョウかな？違う、全然違った。ケツァルコアトルス。これなんか海の、海だね。空のなんか、化石っぽいね。プテラノドン。うん。この辺はなんか空の恐竜って感じがしますね。で、このでっかいの見ていくか。でっかいの、でっかいなぁ。ディプロドクス。うん。ブラキオサウルス。ブラキオサウルスなんか、あれだな。ブラキオサウルス確かアバレンジャーの黒じゃなかったっけ？アバレンジャーの黒っていうイメージがあるわ。なんか戦隊ものを定期的に恐竜ネタやるよね。ステゴサウルス。アンキロサウルス。ステゴサウルス、アバレンジャーのなんか、白のやつが使ってた気がするわ。イグアノドン。パラサウロロフス。この辺おなじみって感じだな。パラサウロロフスとか、トリケラトプスとか、ティーレックスとか、ステゴサウルスとか。パキケファロサウルス。これ頭がなんか丸いやつだよね。トリケラトプス。スピノサウルス。うんこの化石。ここでちょっとなんか雑なんだよな。うんこの化石ってなんか急に雑なんだよな。足跡の化石。T-Rex。T-Rex かっこいいな、やっぱ。やっぱダントツでかっこいいよな。なんでこんなティラノサウルスってかっこいい感じがするんだろう。ディノニクス。シソチョウ。シソチョウなんかちっちゃいね。こんなちっちゃいんだ。ディメの、ディメトロドン。ジュラマイヤ。このジュラマイヤちっちゃくてかわいいね。本当にこういうのいたのかな？なんかめっちゃちっちゃくない？で、これはなんか地球に隕石がぶつかった時の写真ですね、おそらく。なんか、フライパンに卵を落とした時みたいな。フライパンに卵を落として、よし、これから目玉焼き作るぞ、みたいな感じに見えてきたけど。ほい、この辺はなんか、結構最近、最近ではないけど、まあ、紀元前から考えると結構最近なやつたちなのかな？おそらく。マンモス。スミロドン。メガセロープス。メガロケロス。これかっこいいよね。これかっこよくない？めちゃくちゃ。これおそらく角なんだろうけどさ、なんか頭から羽生えてるみたいな感じに見えません？こいつめちゃくちゃかっこいい。ダントツかっこいいわ。アウストラロピテクス、おなじみですね。頭蓋骨だけなのかよって思ったけど。アウストラロピテクス、頭蓋骨だけなのかよって思ったけどさ。で、この辺はなんか、あれだね。住人たちの、見た目、みたいな。あ、ここに立ってくださいね、みたいな感じ？あ、
そういうことか。これが、ご先祖ですよってこと？この線。だからなんかアウストラロピテクスのところに線がなんか行ってるんだ。あ、ご先祖様ですよってことかな？絶対そういうことじゃん。ほら、だってサイのところ、なんかサイっぽいもん、こいつ。ここにあるのサイっぽいやつだもん。え、すごっ。あ、これ猫の先祖ってこと？猫っぽいもん。これゾウさんの先祖みたいな、そういう感じだよね。あ、すごい。ちゃんと、ここにあるイラストって意味あったんだ。なるほどね。あ、で、鳥の先祖とかは、全部こっちにライン来てるんだ。ちょっと賢くなったぞ。ちょっと賢くなったわ。あー、鳥の先祖とかは、っていうことか。こういうところにありますよ。あー、そういうことね。賢くなったわ。ということで、今回は、化石がね、全部揃った博物館を紹介させていただきました。いや、こうやってね、見るとやっぱ恐竜は一番ちょっと盛り上がるな。盛り上がるっていうか、やっぱ男の子だから一番ちょっとウキウキしちゃうね。恐竜見ると。かっこいいもんだって恐竜。魚とかもさ、結構でも僕、深海魚とか、ね、結構ワクワクしますね。魚もあんま詳しくないからさ。で、虫に関しては、まあ、正直、虫の羽の音嫌いだから、どうでもいいかなっていう感じなんだけど、まあでも、虫キングとかやったからヘラクレスとかは結構、盛り上がる。自分の中でちょっと盛り上がる部分はありましたね。で、すべての、あれか、始まりは海ですよっていうことで、こっから始まってるよっていうことなのか。で、こういう風に来て、クラゲとかができて、みたいな。で、こういう風に成長してきて、で、ここら辺の進化系が、向こうの方に行くと。そういうことか。まあ、賢くなる。ちゃんとテーマがあるんだね。やっぱり。この博物館の並び方にも。なるほどね。というわけで、今回博物館化石編でした。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバーイ。